チャンネル。まあ直接対決だね。外国人ね、8人も取りすぎよ。そんなんよう調べてんねんな。暇やからな。今シーズンタイガース2位で終了したというところで、率直なご意見。まあね、俺も1位か2位っていうかね、その優勝予想をね、今年最初にして、まあ優勝のチャンスはもう十分あると思ったからね、9月10月ね、勝負どころではやっぱ打てなかったっていうのに尽きるんですが、打てなすぎたよね、打てなかったって話にね、6月ぐらいまでの攻撃陣がもう良すぎたからね、結局まああのまま1年間行ったら絶対優勝してると思うけどね、まあこれはやっぱ打つ方はどうしてもこう波があるというかね、あんまり良すぎたらね、あのみんながコーチじゃなかったもね、そこを誰かがカバーしてうまくこう回ってるっていうね、そういう感じだったんで、まあそれがね、打つ方がちょっとピッチャー陣を助けたというね、部分もあったんでね、ものすごくうまく回ってたのは、結局大事な時になってやっぱりね、打つ方がやっぱりね、得点力というかね、なかなか点取れなくなったのがあって、こういう終わり方するとね、こう来年もどういう形でいくのか見えないよね、結局ね、そういう打てなかった要因というところはクリーンアップやっぱ固定的だったよね、だからまあね、ずっと大山が4番で、まあね、ちょっと怪我とかあって当てたとかあったけど、やっぱり1年間ね、やっぱり優勝争いしてるチーム見たらね、村上とかね、ね、やっぱり前者4番春とかね、その打線の軸というかね、大事な時にこう日替わりのメンバーというかね、ピッチャーに、ね、右左とかでこう先発が変わるとか、それ変わるいうのはクリーンアップまで変わってしまうというかね、やっぱりその辺だろうね、最後苦戦したのはね、9月までどこが優勝するかまだ分からない。あ、全然分からなかった、はっきり言って、分け目っていうのは、やっぱり直接対決だね、10月8日もやって、10月8日からかな、神宮やって、はい、で、東京ドームっていうのがヤクルトはね、その週は巨人と阪神やるっていうかね、結構直接対決がね、ちょっとあって、勝負はここだなと思ってる時に、で結局ヤクルトが巨人に3連勝したもんね、で阪神2勝1敗だから5勝1敗したね、その週をね、まあここでしかしヤクルトはもうとこう勢いついたよね、やっぱりね、その前に巨人が10連敗ね、のもあったけど、逆にその俺が2008年の監督してる時にね、あの時期に巨人が10連勝したよね、それで抜かれたようなのもあるけど、だからそこまでね、B クラスのチームがね、もうその戦闘意識、ね、意欲がなくて10連敗とかあるけど、優勝争いの人って10連敗のちょっと考えられなかったからね、まあ結局ね、その中でヤクルトがね、3連勝する、でね、結局甲子園で阪神もね、2勝1分けか、甲子園でね、その前にやったんだもんね、6-0からと引き分けした時かな、まあ、そういうなんか筋目のゲームがあったよね、巨人がこう、ね、勢い乗れないというね、勝ちゲームを勝ちきれなかったとかね、直接対決っていうので、戦い方とかってやっぱこの9月10月ってやっぱ普通の試合だと違うことで、岡田さん監督がやれてた時とか、無理したくなるけどね、でも無理したらどっかに歪みも来るしね、あとね、結局1年間トータル的にやっぱりローテーションを守るピッチャーがね、やっぱり3人4人いてて、ね、ある程度の感覚で普通にやったチームが勝ってるんじゃない。だってヤクルトはね、奥川にしても高橋にしても、ね、中東は抹消するもん。
最後の2試合投げる予定よりも先に優勝できたもんね、結局は。ああ、普通慌ててるチームだったら、ね、で先発ピッチャーがいないチームだったらそれ抹消しないよ。まあ、中5とか中6で投げさすよ。阪神が高橋遥人がそうやったでしょ。もう結局それで怪我、ね、故障になったというのもあるし、俺の時も最後安藤中4でね、80球でね、降板さしてね、神宮 で中4で東京ドームっていう、だからその時はね、80球で6回80球で4対0やって誰も勝つと思うもん。そこを引き分けたらな、ね、甘くなるからな、もう神宮で。そういうのがあるんよね。あと、もう一人が安藤にね、投げさせておけばよかったとかね。だから結局、次のことを考えてしまって、中4だからもう80球でちょっと切っとこうかになって、あんだけの自由系がおっても、ね、勝ちきれなかったよね、結局ね。その試合だけでもね、3イニングが。3人で5点を取られると思うよな、あの3人で。岡田さんが考えるこの外国人枠のなんか使い方というか、外国人ね、8人も取りすぎよ。いや、そんな金使う必要はそんなのどっかにあったらええかな。それと、いいのが多すぎるよ、8人。だから迷うよね。そのピッチャーもバッターも両方っすか。まあ登録が5人になったからね、今試合ベンチは4人だけど、まあ、5人になったからちょっとはね使いこなせるんだけど、1人ね2人のねそのぐらいの入れ替えでできるようなシステムやったらそんな苦労しなかったんちゃう。今も一番ね、最後に安くて取ったんスアレスやろ。そうっすね。結局故障が分かれてたからね、はい、でも一番活躍したのはスアレスやん。これアルカンタラなんかでもね、去年ね先発で20勝してるピッチャーだから、当然まあちょっと帰国ね来るの遅れたんでねその辺のプラスマイナスあるかも分からないけど、やっぱり先発で使えたらね、それをブルペン後ろになるとかね。前いてた、誰だ、エドワーズかをもうね残したのに使わなくなるとかね。だから余ってしまってんよ、どうしても。それは日本人の給料高いからな。日本人でねピッチャーはもう何によってもいいからで、日本人のピッチャーをねドラフトで取るのはいいと思うけど、それを鍛えていくのはね、外国人をバンバン取るのはちょっと違うなと思うけどね。話とドラフトという言葉が出たんですけど、今年の阪神のドラフトはいかがでしたか。高校生って一軍いないよ、二人じゃないか、原口と上田海だけやろ。お前そんなんよう調べてんねんな暇やからな大学社会人がものすごい取ってるから、だからあんまりチームね長続きしないよね、オンラインチームでね。大体普通ね、まあ鳥谷もそうだったら大学からとねレギュラー獲得したら10年間大丈夫やっていうね、そういう、今多分10年間レギュラー張る選手いないよ。だから結局1年2年いいんだけど取ってきてね、結局、そっから全然伸びないやろみんな。でそこに被してくるのが2軍で鍛えた高校での若い選手じゃなしにドラフトでまた被してくる、大学社会人同士で被してくるからね。でそこに外国人が被ってしまうからね、そのポジションに、こういう弱いかなんかってね、智弁のあれ前川かなんかやしね、ものすごいねいいバッティングしたと思うし、
まあ例えばね、巨人でも坂本とか岡本とかね、高校から取った選手で、まあ、長続きするんだよな、そのポジションを勝ち取ったいう選手だね。だから大体他のチームそういうね、高校からのね、いてるんよ、まあ、鈴木誠也にしてもね、結構その主軸を打つバッターとかね、オリンピックに選ばれるねような、あの野手とかね、日の丸つけるようなやつね、そういうのが出てこないよな。これはしかしちょっとこうね、これからのためにもそのうちを考えた方がいいんじゃないかな。タイガースの歴史に優勝という証を刻む全員で取りましょう。みんなで繋いだチャンスだったんで、ここで一本通った。はい、おめでとう。シミカデイジオ、君の MVP。チームの勝敗であったり、全部僕が引き受ける。